地方創生政策補佐ファシリテーターでいらっしゃいます新井健吾さんです。お願いします。どうもこんばんは。今日自分自身悩んでるんで、ちょっと悩んでる人もいると思うんで、それをの人に届くようなプレゼンをしようかなと。サスプレゼン。今大崎町でやってるのがファシリテーターっていうこともあったんですけど、まあ、ワークショップを企画して、だからみんなの意見がすごく話しやすいっていうような場を作っています。で、それは、まあ、あんまりワークショップっていうのは最近身近になってきたんですけど、なんかみんながちゃんと意見を言える場とかって意外と義務教育でコミュニケーションの勉強とかってしてこなかったと思うんですけど、どうやったらみんなが意見を話しやすいかとか、どうやったらみんなが自分の思っていることを素直に言えるかっていう場をたくさん作っています。で、そもそもその思いに至ったのがちょっとスウェーデンになるんですけど、僕が留学してた町でカールスクロナっていう町で、すごく自然豊かなところに、2017年、2018年僕は住んでいました。で、そこの学校が、通称 MSLS って言うんですけど、あの世界27カ国から、50人ぐらい来ていて、ものすごい、まあ、アフリカから来ればいる人もいれば、トルコから来たかもしれない、インド、カナダ、ウクライナ、中国って言って、めちゃくちゃバックグラウンドが豊富 でしかも職業もビーキーパーだったり銀行員だったり先生だったり、ものすごいいろんな人がいたんですね。で、そこで行われたのが、あの、まあ、座学は基本ない、ほぼない、ですごくインタラクティブな授業をすごくしてました。あのマスターとかでもすごく珍しい学校だと思うんですけど、自分たちがどういうふうに主体的な気持ちになって、勉強していくかっていう勉強の仕方をすごく学んでる感じがしました。で、そこですごく大事だったのが、すごく多様だったので、とにかくみんながすごく単純なんですけど、話をする、そして話を聞くっていうこと、対話をめちゃくちゃしたんですね。で、それをあの大崎町に持ち込みたいと思ったんですね。で、対話ってもともとギリシャ語でダイアロゴスって意味で、マネーを通して言葉の意味を作っていくって言って、まあ、2人とか3人でやるとか、いろんな人たちの中で言葉の意味を作ることによって、その行為から新しい解釈とか新しい文脈が生まれるので、なんかもう本当に僕の中では革命が起こるような、メタモルフォーズがみんなに起こるような気がしてました。で、ちょっとスウェーデンに行く前、その価値を僕大崎町に届けたいんですけど、なかなかそれは伝わらないと。で、なんでそもそも僕そんなことしたかったっけかなっていうと、山梨に戻ります。僕山梨出身です。これ Google って検索すると出てきます。あ、ジャパンですね。 Google で検索、ジャパンって。で、僕もともと市役所の職員やってました。中間支援組織の事務局長やってました。で、アーティストではありました。で、街の中でものすごいいろんなことをもうやってたんですね。で、今地方創生とかいろいろやってますけど、もう数えるんだったらトークショーやったり、リノベーションやったり、ライブやったり、まあ、こういうめちゃくちゃライブやったり、炭開きやったり、パフォーマンスしたり、もうやりきったと。自分の中 でそれをやりきったから、まずそのスウェーデンっていう行く道を決めたんだったなっていうふうに思いました。で、さっきさん言ってたのがすごく刺さるんですけど、なんか自分が限界だとか、自分がなんか届かないかっていう時に、やっぱ一歩踏み出すっていうことがすごく重要だなっていうことを、さっきのことも思い出してて、すごく個人的な理由があるんですけど、僕、家の関係なんですけど、家にすごく1000万円の借金があって、それをこう返さなきゃ、なんか僕はなんか家族がダメになるって思って、なんか専門用語で共依存の関係になってて、家族を助けないと僕は自分自身のことができないって思っちゃったんですよ。でも、ある日これに縛られる必要はないと、僕はあの自分らしく生きていこうと思って、スウェーデンに行って対話っていうものを発見して、それをみんなに価値に届けたいっていうふうに思うようになったんです。で、さっき仲間がみんな格別って言ったんで、その一歩踏み出したらどういう景色があったかっていうのをスライドとちょっと僕ライブ最後して終わりにしたいと思います。流すだけです。
リサイクルとか、 なんかうなぎが有名とかって言うんですけど、なんかみんながすごく人と人のつながりを大切にしている街だなっていうふうに思います。今後可能性としてはどういったところを。可能性ですか。はい、すご可能性しかないじゃないですか。わからないですけど、なんかこれからいろんな人が今入ってきたりとか、まあ、僕たちも住んでますし、なんかすごく変わってく兆しが感じ、ひしひしいろんな国がある中でスウェーデンを選ばれたっていうのは、さっき理由の一つは、まあ、自分自身、はい、人の心が変化していくとか、どうやったら一歩踏み出せるかっていうのが学べる学校だったのが一つ、リーダーシップっていうんですけど、でもう一個がなんか僕地域活動やってて、なんかみんな経済経済お金お金っていう政策が扱う市役所みたいんで、それでいいのかなって思って、でもまあ反対が何か分かんないなって思った時にサステナビリティがあって、両方学べる学校だったんで、両方学べる学校がたまたまスウェーデンだったんです。今回は、まあ、エントリーナンバー10番ということで、はい、それぞれの皆さんのプレゼンを聞かれてっていうところで、ぜひ感想を聞かせてください。そうですね、はい、なんかあるさっきに僕なんか100人会議っていうやつ出て、前回終わりの時に鼻笛を聞いて、今の感じの全く逆の鼻笛でハウエバーを、グレイさんのハウエバーをする。え
よくわからないんですけど、これだけ鼻笛でグレイさんの However を歌うっていうの、はい、歌ってないです、鼻笛で吹く、吹くっていうネタをやったら、はい、それをやってほしいみたいなそれやってほしいというか、なんか一曲歌ってほしくてみたいな感じで、However でいいのかなって、で今日どうしようかなという面持ちだったんですけど、ちょっと歌にしました。でも鼻笛ってことは楽器必要なくそのままできるってことですね。そうです、鼻笛でできますので、はい、ちょっと、なんかそんな空気になってきてますけど、ちょっと待ってください、次やります、また今日本当に急いでて、今日、はい、ちょっと持ってくる余裕がなくて、ごめんなさい。何を持ってもらう、鼻笛を持ってもらうんです。鼻笛って楽器なんです。楽器があるこの鼻でできるんじゃないですね。プレゼンの内容と人柄が多種多様だったんで、すごくこういう場にがあるっていうこと自体が霧島であるっていうことがすごく大切なことだなと思いました。改めて、はい、じゃあ次回は花笛楽しみにしています。はい、ありがとうございます。荒井健吾さんでした。ありがとうございました。花笛さんですね、荒井健吾さんでした。さあ、そしてここからはですね、スペシャルゲストをお迎えしてということで、では